はりがさうこんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay 決済も一部可の LINE デリマ、デマイカン、D デリバリーで50%オフのお得なキャンペーン1000円オフもということで、今回はデリバリーサービス3社でお得なキャンペーンを開催していたので、そちらの解説と僕も実際に使ってみたので、それも踏まえてサクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速一つ目は D デリバリーからですね。こちら対象メニューが半額ということで、期間は8月の23から8月の25。期間中何回でも注文が可能ということで、対象チェーン店はピザーラ、ピザハット、松山などですね。まだ対象のお店はかなりあります。ちなみに D デリバリーでは、こちらのキャンペーンも開催中で、ドコモ払いで20%ポイントバックということで、まあ、こちらも同じく8月23から25まで、通常の10%ポイントバックが期間中20%になります。そして2つのキャンペーン ペンにエントリーが必須となってますので一応下に概要欄にはリンクを貼っています。 ということで、D デリバリーについては以上です。次はデマイカンですね。こちらも各人気メニューが50%オフということで、同じく8月の23から8月の25まで。で、主なお店としたらドミノピザやケンタッキー、ピザーラとかですね。あとは、デマイカンは意外と決済方法も豊富で、アマゾンペイ、アップルペイ、ラインペイ、あとはビザカード、マスターカードなどのクレジットカードということや、あとは au の簡単決済やソフトバンクや y モバイルのまとめて支払いにも対応しているということです。 最後、こちらの LINE デリマですね。こちら、半額フェスということで、同じく8月の23から8月の25の間に、対象商品が半額ということです。そして、LINE デリマにはもう一つこちらの、まあ、下に出てるんですけども、LINE ページ支払いで使える1000円引きのクーポンがプレゼントということで、こちら先着10万名様となっていまして、本日のお昼にですね、僕も実際に使ってみました。で、一応流れもですね、お伝えしていくと、丸1番なんですが、すでに商品を選んでカートに 入れている状態ですがとあるお店でチキンなバンドを選びましたでご注文手続きへというのをタップして丸2番ここで LINE ペイ決済を選択して住所などを入力して次に進みます そして、丸三番。確認画面がここで表示されて、注文するを選択します。で、丸四番。ここで l i n e ペイで決済する画面が表示されるので、ちゃんとここに1000円引きのクーポンがセットされているかっていうのをちゃんと確認してください。そして、下の金額に間違いがないかを選択して、丸五番。 これで決済というところをタップして決済の完了です。そして丸6番。こちらが届いたチキン南蛮丼ですね。まあ結構ボリュームがあって食べ応えがありました。まあ今回のデリバリーサービスのこの LINE デリマを使ってみた感想としたら、まあ僕のような普段引きこもって作業してるような身からすると結構便利なサービスですね。まあけどやっぱりこのようなキャンペーンとかじゃない限りはデリバリーサービスの特徴として送料などの関係も含めたらやっぱりちょっと単価が高いのでそんなに多く利用はしないかなと思います。 けど今回のキャンペーンは商品によってはかなり安くなるものもあるので、まあ、ぜひです、ね、試してみたいという方はチェックしてみてください。一応下の概要欄に LINE デリマ、デマイカン、D デリバリーについてのリンクを貼ってますので、そちらも見てみてください。まあ、そんなこんなで今回は LINE デリマ、デマイカン、D デリバリーでお得なキャンペーンについてお伝えさせていただきました。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。